はい、エルゼミスペシャルのですね、合格者たちです。はい、じゃあこのエルゼミスペシャル、私と安西先生が担当のこれをね、選んだ決め手はどうですか。こっちからですか。おう、どうや。私は、論文を1回落ちてしまったので、そこから受講しました。はい、当てはめとか丁寧に教えていただいたので、すごい点数がぐっと伸びて、伸びた、よかったと思います。あ、よかったね。なんかね、最初はとんでもないトンカツもんね。でもすげえ伸びたもん。ああ、ダイナミックなトンカツもんね。ああ、どうですか。はい、エルゼミを選んだ理由は、宮口先生が論文の書き方を一から教えていただけるということで選びました。そうか、はい、ありがとうございます。やっぱり宮口先生の、ゼミの赤点で手直ししていただけるんですけど、 あれがすごく良かったです。ああ、そうですか。ありがとうございます。今日はなんかメガネしないんで別に書くもらいました。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、どうよ。はい、はい、宮口クラスでもともとさせていただいて、その通信だったんですけれども、通信だったの、はい、通学でできる機会がちょっとできたので、それでぜひとも受けてみたいなということで、受講しました。はい、で特にその宮口先生ってその、短く簡潔に書いて合格するっていうと、その、スタンスで、そこの軸がぶれずに教えていただいたので、でそれで合格できたかなと思っています。なんか名古屋にいたよね、最初。あ、そうですね、名古屋にいました。はい、名古屋にいたけど、はい、東京に来てね、はい、で受かったと。あ、そうですね、はい、はい、長かったですね。よかったな、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、ね。お、じゃあ世界の男、世界の、はい、あんまり言わんほうがいいか。はい、宮口クラスを選んだ決め手は、宮口先生と安西先生の2人体制で見ていただけるというので、お二人の良い点をこういろいろ吸収しながら学習できるかなと思ったところが受ける決め手になりました。良かったところはやっぱり答案書いて細かく添削をしてくれたので、きちんと当てはめの仕方とかを丁寧に学びながら、実力をつけることができたのが良かったと思っています。以上です。なんかもう質問にも答えてもらった感じやな。ね、まあいいか。2人の先生、2人で、なんかゼミの、エルゼミスペシャルね、俺と安西先生でやってる。まあ、やっぱり今何人か言ってくれたけど、2人体制でやってるもんだよな。それぞれのね、こうアドバイスで良いところ取りできるし、で秋が来ないよね。ずっと俺でも秋が来るだろうし、安西先生ばっかりでもあれだから、こう交代交代で教えるっていうところも画期的なゼミだしね。その辺がやっぱりロングランで続いてるゼミだと思いますんで、皆さんこれから論文のね、実力が伸び悩んでる人、ぜひエルゼミスペシャルに来てくれ。エルゼミはですね、海外から受講されてる方も多いので、外国で受講してね、メールでっていう対応もしてますので、ね、論文力がゼロだとかマイナスと思ってる方もそこから引き上げて、次の年に伺ってくれてますんでね、ぜひ検討もして、来年、これ見る頃は今年ですかね、はい、次の試験で必ず受かるというふうに目指してもらえたらなと思います。はい、最後です、宮口さんもう一度締めていただきます。はい、はい、それでは皆さん、レックの、エルゼミスペシャルなんだけどね、長年続いてるからね。で、あと皆さんを変わらせるためにね、身を粉にして頑張るぞ。おー、労働組合じゃねえんだ。皆さん合格おめでとうございます。じゃあ今後の活躍に期待してますよ。はい。